中日ドラゴンズが今年優勝するかもしれない。他の球団が戦力ダウンしてる中、着実に補強に成功したし優勝あるやろ。最低でも A クラスやろうな。4位か5位だね。中日より下に想定してる球団が気になる。巨人、ハメカス、ケロも戦力ダウンしてるから A クラスは最低ライン。あとは未知数の犬と中継ぎ国士下チンカス次第では優勝狙える。まあ補強してもそこそこってとこやろ。ハム八木、セガヒでも3位には行きたい。これくらいにしておけ。去年大野が怪我で抜けてたの忘れてるやろ。中日のこと弱くて面白い以外あんま知らん。ガチで他球団震えてそう。まあ他中日おもちゃにして遊んでる外事が出たのかかもしれないとかいう便利なフレーズ。3位は確定だろ。広島に勝てるかどうかってとこ。とはいえ2軍も再開でウェスタンの借金独占とかいう銀行状態だし戦力の上積みは最小やろ。これな、1軍も2軍も終わってるのに優勝だの最低でも A クラスだの血迷ってるとしか思えんで。王の雄大が帰ってくるんですが、にわかは知らないのかな。散々噛まれて味がなくなったちにドラガムより新鮮な味がする読みジャイガムが噛まれてるってだけ。普通に中日は阿部巨人と同レベルや。王のなんて開幕ちょっとチーム調子悪くなったらまたいなくなるよ。ご視聴ありがとうございました。